さあということで、バラードゾーンが終わりました。続きましてはたった5分のミュージックで心満たしてあげるから、たまにはファルセット使って裏を書いたり、ドラムから始まるリズム、ビートを刻んでくベースに、この時鳴らすギター奏でる。レミの魔法でした。